幼子ゼウスとアマルテア。ヤーコブ・ヨルダーンスの1640年頃の絵画、ルーブル美術館像。アマルテアはギリシア神話に登場するゼウスの育ての親である。ラテン語ではアマルテアという。彼女は時にヤギとして表現され、クレータ島のイデー山の洞窟で幼いゼウスに父を与えたとされる。また時に、 ニュンペイとされ、ゼウスにヤギの父を与えて育てたとされる。オイデウスの祭り歴によると、イーデー山に住むアマルテイアという名前のニュンペイが、幼いゼウスを森に隠して養育した。アマルテイアは美しいメイスヤギを持っており、このヤギの父でゼウスは育てられた。このヤギは角の片方が折れていたが、アマルテイアはその角を拾って、花と果物で満たし、 幼いゼウスに食べさせたとされる。後に成長して神々の王となったゼウスは角とヤギとを一緒に星々の間に置いた。アポロドーロスによるとメガミレアーはリクテの洞窟でゼウスを出産しクーレースたちとメリッセウスの娘でニュームペイのアトラステイアートイーデーに養育を命じた。二人のニュームペイはメスヤギアマルテイアの父で幼いゼウスを育て、 クーレースたちは武装して洞窟を守った。後にヘイラクレースがデイアネイラをめぐって過信、アケローオスと争った時、英雄はアケローオスの角を折って打ちまかした。そこでアケローオスは角を取り戻すためにアマルテイアの角をヘイラクレースに与えた。ここで説明されているところでは、アマルテイアは、 お牛の角を持つファイモニオスなる人物の娘であり、またアマルテイヤの角は、レイエロスのペレキューデースによれば、あらゆる食べ物も飲み物も自由に生み出す力があると、言う。別の話によると、ゼウスは、自分自身で、ヤギの角を折り、それをアマルテイヤに渡して彼女が望んだものが何でも、手に入るよう約束したとされる。これがコピアである。 また、ディオニューソスはこの角から湧き出る食べ物で育てられた。古代の神話によると、核の所有者は多岐にわたる。一般には、巨万の富の象徴とされ、また様々な神聖や、ナイル川など土地を豊かにする川の象徴ともなる。また、一説によればこのヤギは、ヘイリオスの子孫で、ゼウスはその川からアイニスを作ったという。さらにこのヤギは後に、魚舎座のカペラになったとされる。 ありがとうございます。